サロン、スプリング X じゃないサロン、またやろうということになりまして、そうなんですね。11月の10日、日曜日ですね。日々が決まってて、基本的にはこのメンバーだけでやると。で、割と最近の話題たくさんいろいろとあるでしょうということで、とりあえずやる方向なんですけども、内容まだ、内容がどうかなんですか。いや、私はね、こういうことをやりたいと言ってるわけで、今ね、LLM に関してですね、というか AI に関してね、まあ、基本的に2つの立場があると思いましょう。まあ、イケイケ派とね、まあ、そうでない派と。イケイケ派というのは何かというとね、これはアッシェンブレーナーに象徴されるように、あとね、まあ、彼は2027年に AGI ができて、28年29年に招致ができると言ってるわけよ、ね、でこれこの前紹介したかどうか知らんがね、アンスロピックのダリオ・アマデがね、2025年と言ってるんだよ、に強力な AI ができる、まあ、彼は AGI って言いたくないと、強力な AI って言ってましたね、でね、アッシェンブレーナーが27年なんで、25年と言ってるわけや、ね、だいぶ早まってるじゃないですか。これがね、まあ言うならイケイケ派と、でね、私もまあまあイケイケ派ですよ、それに対してね、もっと慎重なことを言う人はね、例えばね、ヒントはね、今後10年から20年とか言ってるわけで、それから、デミスハサービスも10年とか言ってるわけや、で、もっと慎重な人はね、もっと先のこと、で、小林さんなんかもっともっと慎重でね、まあ、シミュレーターが来ないとは言わんけど、そんなん簡単じゃないみたいなこと言ってるわけや、で、だから、で、私はイケイケ派の立場で、行きたいと。でね、で、かつね、またね、アッシェンブレーナーとも違うと。でね、アッシェンブレーナーはですね、まあ、27、こうタイムスパンはまあいいや。ね、で、目標がね、アッシェンブレーナーもね、ダリオ・アマデもね、言うことは基本的に同じで、中国との競争っていくというわけや。ね、で、アメリカがね、世界覇権を握ることがね、人類にとっていいことだみたいなこと言ってるわけや。ね、だから、彼らの視野は、ね、アメリカ対中国。で、人間はね、AI には、AI は人間を、人間は AI を支配できると。超知能を支配できるという前提で、それを早く作ろうとしてるわけや。だけど私はね、宇宙論的な視野で見れば、ね、AI、超 AI がはるかに頭がいいのにはね、そんなものをね、人間がね、支配できるはずがないでしょうと。で、今日見たね、YouTube でこんな、ウェスロスがこんな絵描いてたけどさ、これ知能の階段っていうのをこう描くわけ、ね。で、知能はね、上がるときにね、ステップ上がって、だんだん上がるんじゃなくて、ステップ上がるっていうわけ、ね。で、アリの知能、ネズミの知能、猿の知能、人間の知能って。で、これがこうなっていってる。ね。で、でね、で、人間はね、アリよりもはるかに頭いいと。思うかもしれないと。ね。ところがね、バイオロジカルの知能っていうのはね、こうやったね、超知能がね、こんなところにあるんだよ。だから、言うならね、だから人間対アリがこんなのにね、だから人間対超知能がこんなんだっていうわけよ。だからいや、まあまあ、それはな、連続的にこういくんだけどね、当然ね。いや、連続じゃない、階段でね、行くんだけど。で、いや、そうでなくたって、ね、猿と人間の関係だって、人間の方が猿より偉いわけじゃないですか。だから先生、なんかあんまり喋りすぎると、サロンで喋りすぎる。だから、予告編以上にはね、そもそも、要するに、その大きな目で俯瞰して、今後の人類の行方を探ると。いわゆるビッグヒストリーの話。ビッグヒストリーの流れの話ですね。なるほど。ビッグヒステリー的 AI イケイケ派ってことですか。そう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 。だからこれはね、AI 界には多分誰もいなくて、で、この前言った、誰だっけ、イアン・モリスか。歴史家はそういうこと言ってるわけやけど、だからね、歴史家はビッグヒストリーで見るけど、AI の専門家は近視眼的にしかものを見ないわけ、
というかアメリカの国家利益の観点しかもの見ないわけよ、うんうんうん、でここでだから反対派がいればよかったんですけどね、カウンターパートがね、そういう適切な人見当たらないですし、私も もう完全に松田先生イケイケ イケイケ派です。ただちょっと観点が違うかもしれないと思うようなところもあるんで、うん、松田先生喋ったと私の方からもなんか喋らせてもらおうかなという気はしてるとこです、うんうんうん、私が今一番思ってるのはね、人工知能なんか進化がちょっと思ってるより早すぎたと。で私自身は人間が超知能を持つようになって、うん、人工知能と張り合うんだみたいなことを思ってたんですけども、人工知能側が機械側が早すぎるんで、ちょっともともと思ってたやつはだいぶ修正しないといけないなというふうに思ってるとこです、うん、だからこのビッグヒストリーがとしてこの知能の進化が起こる中で、人間がなんかもうちょっと進化していくっていうシナリオをどのようにはめていくかみたいなところを考えたいかなと、うん、けどもちょっとまた考えてる途中で言いたいこと変わるかもしれない、うんうん、最近ねちょっと もともと私が思ってたのはビッグヒストリーとかいう話なんですけども、最近よく話題になってる AGI ですね、 AGI の定義みたいな話と、うん、あと ASI、うん、無定義ですよね基本ね、うん、その辺の話をちょっと改めてもうちょっとなんか考えてみたいなと思ってたとこです、うん、はい、だからそれでうまくまとまらないですかね、今ね、タイトルつかないですかね。タイトルなんでしょうね、今回のタイトルは。あのね、ASI もね、あのね、万能じゃないって、スティーブン・ウルフラムの理論ってのがあってやね、うん、これは ASI というでもね、もうね、極め尽くせないっていう、この世界はね。いや、それよりね、僕ね、まあ、いかに今 の AI がすごいかっていうのを感動したっていうのはね、うん、スティーブン・ウルフラムの、まあ、テッドトークっていうの15分トークがあるんや、ね、でこれをねノートブック ADM にねトランスクリプト読ませてみたわけ、で話聞いてたらね、まあまあ大体わかるけど全部わからないわけじゃないですか、うん、ところがねこれがバーッとね、ようやくね書いてきたわけ、その3、10秒ほどでね、いやだから僕今日感動したのはそこにあるね、スティーブン・ウルフラムね、まあ言うなら人類の中で一番頭のいいようなところの難しいね、うん、わけのわからん話をあっちゅう間に消化してね、うん、3秒でね、3秒間待つのだぞって、うん、で要点要点バーンと言ってくれ、こんな頭のいいやつねいないよねって僕は思う、うん、まあ、なんかさっきの話、ま、戻ってますね、いや戻ってきたけど、まあ、予告編、まあ、今回ビッグヒストリーが何だか大きなテーマとしてあって、でですかね、そんでそれぞれのお二人の、まあ、視点から、うん、まあ、イケイケ派なんですけどちょっと違う AI 未来像みたいなもの、なんか松田さんちょっとメインで喋っていただいて、私ちょびっとだけみたいな感じでどうでしょうかね。安田さんは別になんか。僕は特に自分で喋る。司会で。司会します。司会に徹します。はい。はい、まあ、だけど。また議論もするんですかね、講演の後は。慎重派は、慎重派の役割をちょっとじゃあ安田さん。じゃあもう慎重派になりましょうか、今回。その議論の中では慎重。ノートブック LM、まだまだだな。ただね、ダメなとこもまだありますからね。あ、そうですね。はい。まあ、じゃあ、一般を代表しましょう。11月の10日です。10日。はい。もう早くね、告知しないと。時間と。じゃあ、さっきの松田先生、概要くださいね。いやいや、タイトル、まず、なんか、いい感じで考えて、あ、そうですね。いや、まあ、それを見てタイトルをちょっと考えようかなと思ったんですけど、ああ、まあ、早く告知しないと、ね、皆さんお待ちでしょうから。人類時代はもうすぐ終わる。え、何時代ですか？人類時代。あ、人類時代終わる。うん、あ、そんな感じでいきますか？うん、人類時代終わる話でいきますか？うんうん、そこをメインにすると結構面白いかもしれませんね、うん、今終わりの始まりよ。あれ塚本先生、それでいいんですか、人類時代終わって。
いや、リア充的に。いやいやいや、だから、このままでは終わると。急いでみんなウェアラブルをやって、サイボーグに なってみたいな。そうか、それは人類じゃないか。そんなお話は可能かなと、今瞬時に思いましたけど。だからタイトルは人類時代の終わりの始まり。ちょっともう、それはね、シンギュリとか AI とかもうなんかよく分かんなくなってきましたけどね。ちょっとかなり掴んでしまうかもしれないですね。何の話か分かんないかもしれない。いやだそれに合わせた、そうそう、やっぱタイトルに合わせた話を、まあ、考えるとは思いますね。そうですか。ああ、分かりました、分かりました。じゃあ、人類時代の終わりの始まり、メインタイトル、それでいきますか。ここまで言ってる人は誰もいないと思うよ。だから、松田先生は、だから人類はもう終わるって言ったりしてもらって、うん、私はいやいや、まだ頑張るぐらいにした方がいいかな。いや、だからそれをね、人類というかどうかやね。うん、あ、そうそうそう、そう。いやいや、なのかまあ、見た目、ちょっとあの正反対の方が面白いじゃないですか。超人類よ、それはね。トランスユーマンでしょ、まあ、いやだけど、まあ、タイトルとかはなるべく つっとかないといやいやでも確かにね、なんかつながりますね、今までのビッグヒストリーとか、うん、トランスヒューマン、ポストヒューマンの話とかね、うん、全部が入ってきそうなんで、うん、ちょっと楽しみですね、うん、総集編として、まあ、ちょっと詳細はまたおいおい考えましょうコメントを書いていただいたらそれに合わせてまた、まあ、とにかく、はい、募集しないとね。じゃあそういうことですので、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。ご予定いただければと思います。